これはしょうがないですよね。いいプレーでしたね。打順はトップに帰って桑原。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ツーアウトランナーありません。初球ストライク。よく見極めましたね。はい、変化球わずかに外れてボール。低めの球ストライク。ワンボールツーストライクです。インコース打ちました。いい当たり、センターに抜ける。桑原、これが今日の初ヒット。ツーアウトランナー一塁。うまく持っていきました。非常に速い打球でした。しっかり捉えてますし、いいバッティングでしたね。さあ一塁に先制のランナーを置いています。バッターボックスには楠本、そして一塁ランナーは桑原。走ってきた。キャッチャー二塁送球する。タッチアウト。盗塁失敗。仕掛けていったんですがスチール成功とはなりませんでした。いやー、これは残念でしたね。この回ベイスターズ結局3人で攻撃を終えています。5回終わって0対0、両チームまだ無得点です。ここまでのハイライトです。4回の裏、チャンスの場面、しかし外野へのフライ、先制とはなりません。5回の表、ピンチの場面だったんですが、ここはしのぎます。両チーム無得点のまま回が進みます。配球表をご覧いただいています。今日はストレート変化球ともにバランスよく投げています。これから6回カープは代打を送ります。堂林が打席に入ります。さあ里崎さん、ここで変えてきましたね。まあここは落ち着いて対処していってほしいですよね。そうですね。さあどのように組み立てていくか。初球ストライク。さあ2球目は何か。低め見送っています。アウトコース外れます。打ちに来ました。2ストライク2ボールと追い込んでいます。これはバット出ず三振です。ワンアウトです。2番バッター菊池、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席あわやというような大きい当たりでしたよね。ここは長打を警戒しておいた方がいいでしょうね。はい、そうですね。今永、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。この低いボールは外れます。この球は外れています。
これが4球目。アウトコース空振り、ツーボールツーストライクです。よく見ましたね。スリーボールツーストライク。さあ6球目は何か。フォアボールのランナーを出しました。ワンアウトから先制のランナーを出していきます。もうちょっと際どいところに投げたかったですね。はい、ここは気持ちを切り替えて次のバッターをしっかり抑えたいところ。ランナースタート、キャッチャー送球して盗塁成功。この場面で盗塁を決められてしまいました。まあ走ってくるのは分かってたはずなんで、もう少し工夫してもらいたかったですね。これでワンヒットで先制ですから、もう少しランナーを警戒しておきたかったですよね。やはり足のあるランナーは怖いですね。まあそうですよね。そういった機動力を重視したチームがね、増えている印象はありますよね。うん、そうですね。さあここをしのいでいけるか。左中間へ持っていった、これは大きいぞ。フェンスギリギリ、先制のランナーが三塁を回った。セカンドランナーホームイン、カープ先に点を取りました。1対0ベイスターズ。なおもピンチが続きます。ここで先制点を奪われてしまいました。まあ注意すべき相手でしたよね。タイムリーで先制点を奪われています。ここからの追加点は避けないといけないでしょうね。まあそしてこの場面、相手が勝負強いバッターですから、甘いコースは特に禁物ですね。その警戒すべき松山がバッターボックスです。低めの変化球でかわしていきます。ここはあっという間に追い込んでいます。まあここは臭いところも手を出す可能性もありますから。外のボール球打っていった、この打球は落ちるか、どうだ。レフトフライ、抑えてアウト。2アウトランナー2塁となりました。バッターボックスには代打の相澤。さあ里崎さん、ここで変えてきましたね。まあできれば三振を取りたい場面ではありますね。なるほど。さあどう組み立てていくのでしょうか。抜けた、セカンドランナー帰れば追加点。バックホームする、レフト前ヒット。ベイスターズさらにピンチが続きます。これで一塁三塁とされています。ここからどう動いてくるでしょうか。まあこれはいいバッティングされましたね。バッターは6番西川。ベイスターズこの回1点を失っています。さあ先制点を奪われて、なおも得点圏にランナーを背負った場面。相手打線が勢いづいてきてるんで、これ以上乗せないように食い止めないといけませんね。そうですね、ここで切っておきたいところ。外へのスライダー、ここは見極めています。いいところに決まった。ワンボールツーストライクです。ライトへ持っていった、掴んでスリーアウト。この回の攻撃はここまで。しかしこの回カープついに均衡を破りました。1対0カープ先制です。配球表をご覧いただいています。今日はストレート変化球ともにバランスよく投げています。
6回の裏ベイスターズは代打を送ります。バッターボックスには代打の太田。さあ赤星さん、ベンチはここで代打を選択してきました。まあそうですね、ここは得点のきっかけが欲しい場面ですから、そういう役割を期待しての起用でしょうね。そうですね、この起用に応えたい。初球は何から入ってくるか。初球ボール。次が2球目。落ちる球にバットが回ります。際どかったですよね。インサイド打ち上げました。弾き返した打球はセンターへ。バッターは3番佐野。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。九里、まずは先頭バッターを打ち取っています。打った、伸びていく、どうだ、そのままスタンドに入りました。同点のソロホームランです。ベイスターズ、この試合を振り出しに戻す一発になりました。初球でした。しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。同点に追いつきました。 DeNA ベイスターズ1対1、見事な一発が飛び出しました。体をうまく回転させてライトスタンドにボールを運びました。いやー、本当にうまく反応しましたよね。ゲームは同点、行方は分からなくなりました。打席には4番バッター牧。先ほどの打席でヒットを放っています。ベイスターズホームランで同点としています。赤星さん、ここはもう1点得点が欲しいところですよね。ああそうですね、この勢いそのままにつないでいきたいですよね。ええ、さあ続いていきたい。インコース外れてボール。3球目は何で来るか。よく見ています。打ちました。掴んで2アウトです。バッターボックスは5番宮崎。前の打席のヒットはしっかり捉えたいい当たりでしたよね。バットが触れてますよね。いいスイングしてると思います。打ちました。セカンドが取る。一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回ベイスターズ貴重な得点が入りました。6回終わって1対1、ベイスターズ同点に追いつきました。里崎さん、本人は完投してやるという気持ちで投げているんでしょうね。まあそうですね、このクラスのピッチャーなら当然最後までという思いでマウンドに上がってるでしょうね。はい、そのあたりの意地の投球、この後も期待しましょう。高めに持ってきました。148キロ。コーナーギリギリに決めましたね。はい、低めにストレートが決まっています。ワンボールツーストライクと追い込みました。インサイド、打球はセンターへ。この打球はフライになっています。桑原抑えてワンアウト。バッターボックスには代打のマクフォール。さあ里崎さん、ここで変えてきましたね。まあここは三振取れることが理想ですけど、とにかく塁には出したくないですね。なるほど。さあどう組み立てていくのか。インコース決まってストライク。
やーまさにコーナーギリギリですよね。はい、外のストレートがストライク、あっという間に2ストライクです。これが3球目、インサイド落ちました。ファールグラウンドで掴んで2アウトです。ピッチャーに打順が回って先発の九里がバッターボックスです。まあ好投はしてますが、チームとしては代打で点を取りに行きたいところですよね。そうですね。2球目は何で来るか。外のボール、まっすぐでストライクを取りました。アウトコースのチェンジアップ、